We can take this ride wherever it goes. As long as you're with me, I feel at home. 皆さんこんにちは、たかぼんです。今日も動画を見ていただいてありがとうございます。今日はですね、今東京に来てるんですけど、東京の代官山駅の方に来てまして、今日は無印良品さんが来年の春夏ですね、2024年の春夏の新商品の発表イベント展示会みたいなのをやるということで、そちらにご招待いただいたので、せっかくなので行きたいなと思って東京までやってまいりました。今まで僕のチャンネルの方でも無印良品のアイテムたくさん紹介してきたんですけど、念願かなって無印良品さんのイベントに呼んでいただけたということなので、せっかくなので新製品いろいろと見ていきたいなと思います。無印良品お好きな方はぜひ一緒に楽しんでみてください。それでは行ってきます。それではここからはアフレコでナレーションを入れてご紹介していきたいなと思います。まず見せていただいたのが持ち帰ってすぐに使える家具のコーナーでした。こちらのコーナーにはスチールパイプのスツールであったりだとか、ワゴンラックなどがありましたね。僕が特に気になったのがこちらのスタッキングスツールになるんですけど、こちらカラー展開は3色展開で、ウォームグレーとダークグレーとエンジの3色展開となってましたね。ウォームグレーに関しては無印良品らしい温かみのあるグレーっていうような色だったんですけど、ダークグレーとかエンジとか普段はあまり見ないような色の展開もあって、いろんなインテリアにも合わせやすいスツールになってるんじゃないかなっていうふうに思いましたね。来客用とかに1つとか2つとか買っておくのもいいんじゃないかなと思いました。価格的にも2490円とお安いものになっていて、すでに販売も始まってるみたいなので、店舗に行かれた際はぜひチェックしていただければいいんじゃないかなと思います。このスツールに関しては足が2つと座面の椅子が1つっていう風な感じで、パーツもすごい少ないものになっているので組み立ても簡単そうでいいなと思いましたね。次に見せてもらったのが空気でできたソファーっていうものになってまして、こちらはエアーベッドみたいな感じで空気で膨らますタイプのソファーになってました。でカラーに関しては3色展開でイエローとグレーとグリーンの3色となってましたね。でこのソファーに関しては中に5つに分かれたエアーバッグが入っていて、それぞれのエアーバッグを付属の空気入れで膨らますことでソファーの形になるっていうものになってました。エアーバッグ5つがそれぞれ独立した状態になっているので、それぞれの場所の空気の入れ方で座り心地を調整することもできて、空気を少なめに入れたら柔らかめになるし、強く入れると固めになるっていう風な感じで、場所ごとに硬さの調整もできるっていうのは便利なところだなっていう風に思いましたね。で、実際に座らせてももらったんですけども、全然空気で膨らませたような感じも全然なくて、しっかりと体を包み込んでくれるようなリラックスできる座り心地だったなっていう風に思いました。付属の空気入れに関してもすごいしっかりとした作りのものになっていて、すごく楽に空気を送り込むことができて、結構楽に膨らますことができましたね。このソファーいいところが、使わない時は空気を抜いて収納するっていうこともできますし、あと引っ越しの時は空気を抜いちゃえば移動もすごく楽なんですよね。あとはそもそも普通のソファーよりも軽いので、移動も楽々させることができるので、掃除の時にちょっとソファー移動させたいなみたいな時も楽なのかなっていうふうに思いました。あと店舗で実際に売られている時のパッケージもすごくコンパクトなパッケージになっているので、店舗から持ち帰る時っていうのも楽々運ぶことができるのがすごくいいところかなっていうふうに思いましたね。で、これは価格は9990円となっていて、1月に販売がもう始まってて、すでに人気の商品となってるみたいですね。在庫切れとかもちょいちょい出てるみたいです。これは一人掛けのソファーになっているので、一人暮らしの方とかに特におすすめかなと思いますし、二人掛けとかの展開も今後増えてくるともっといいんじゃないかなっていうふうに思いました。個人的にはいろいろ見せていただいた中で、こちらの空気でできたソファーが一番欲しいなっていうふうに思いましたね。続いて見せてもらったのが素材を生かした食のコーナーになりまして、こちらのコーナーでは新しく登場するお米であったりだとか、美味しそうなお菓子などが展示されてました。このお米に関しては良品計画さんと、あと千葉県にいる生産者の方が協業で開発したプリンセスサリーっていう、香ばしい香りのするお米がありまして、それを開発して登場というか発売する予定となってるそうですね。あとは国産米を使ったスナック系
系のおやつもいくつか登場する予定となっているそうでして、まあ、こちらに展示もされてたんですけど、後ほど試食もさせていただきました。まあ、食感とか味も全部違うものになっていて、あとはこの展示のさせ方がすごく無印良品っぽくておしゃれでいいなっていう風に思いながら見てましたね。あとはドライフルーツだったりゼリーだったり国産の果実を使ったシリーズも展示がされていました。まあ、この辺も美味しそうだなと思いながら眺めてたんですけど、この辺に関しては今年の春頃に登場する商品となっているそうです。そして続いてが試食の前にちょっと衣料品の方の展示も見せていただいたんですけど、最初に見せていただいたのがカポックコンの衣類ですね。カポックって僕も知らなかったんですけど、カポックっていうのはこういった木の実から取ることができる綿となっていて、普通の綿の8分の1の軽さになってるらしいんですよね。なのでこのカポックを使った衣類はすごく重さが軽いものになっていて、まあ、中綿のスタンドカラーコートも試着させてもらったんですけど、見た目のモコモコ感よりすごく軽くて感動しましたね。暖かいアウターってどうしても重たくなりがちかなっていう風に思うんですけど、まあ、暖かくて軽いアウターが欲しいなって思う方はカポックっていう素材の名前を覚えていただいて無印良品に行ってもらうといいんじゃないかなと思いますね。あとは定番の無地の T シャツであったりとかボーダーの T シャツも展示がされてあったんですけど、まあ、こちらに関しては安いものだと990円から買えるということになってて、まあ、お手頃価格っていうところがいいところかなっていうふうに思いました。まあまだちょっと今は寒いんであれなんですけど、暖かくなった時期は無印良品で T シャツを買うのもいいのかなっていうふうに思いました。今もたくさん T シャツは販売されてるかなっていうふうに思うんですけど、今後もカラー展開が増えたりだとか襟がついたポロシャツタイプも増えたりだとかする予定があるそうですね。無印の T シャツに関してはあんまりビビッドではない結構優しい色、アースカラーの色が多いかなっていうふうに思ったので、まあ、こういった優しい色合いがお好きな方は特に手に取りやすいんじゃないかなと思います。はい、続いてが色々と見せていただいた後に試食のコーナーでいろいろと試食をさせていただいたんですけど、まずはお米のスナックからいただきました。まず最初にもらったのがバリバリチップスのわさび味となっていて、まあ、これに関してはちょっとこうおせんべいっぽいような食感のわさび風味のものでしたね。続いてがポリポリスティックのブラックペッパー味で、これに関してはノンフライのものになっていて、ちょっとこうペッパーがピリッと効くような、まあ、ずっと食べちゃうような味って感じでしたね。これが個人的には一番気に入りました。続いて食べたのがサクッと香ばしいチップスの塩味となっていて、まあ、これは名前の通りなんですけども、先ほどの2つと比べてかなりサクサク感が強いチップスになってましたね。そして最後に食べたのがふわっと軽いチップスのカレー味となっていて、まあ、これに関しては名前の通りなんですけど、ちょっとこうふわっとした食感のものになっていて、まあ、さっきの塩味チップスとかと比べてもこうよりエアリーな感じの空気が含んでいるような食感でしたね。これもこれで美味しかったです。発売の時期に関してはわさび味とブラックペッパー味と塩味のものに関しては5月下旬予定となっていて、最後のカレー味のチップスに関しては7月上旬頃に登場予定となっています。まあ、続いていただいたのが先ほど紹介してもらったプリンセスサリーっていうお米で、これに関してはちょっとこうパラパラとした食感の香ばしい風味のお米って感じでしたね。和食はもちろん合うらしいんですけど、カレーとかチャーハンにも相性のいいお米っていうことでした。これが千葉県の鴨川市で生産されるお米となっているみたいで、世界的にはあまり流通していない珍しいお米になっているそうですね。これが5月の上旬頃に登場予定となっていて、1号とか2号とかそういったちょっと少量でバラ売りをするような形で販売をされるそうです。そして続いてが無印良品の定番商品ですね、バターチキンカレーの食べ比べをさせてもらいました。まあ、この定番のバターチキンカレーって15年前に登場した商品らしいんですけど、これまで定期的に結構改良がされているみたいでして、まあ、次に登場するのがもう6代目になるそうなんですよね。ここでは初代と6代目の食べ比べをさせてもらったんですけど、6代目に関してはスモーキーな風味がある香辛料のビッグカルダモンっていう香辛料が加えられてるそうでして、まあ、それによってより深みのある味わいになってるよっていう風なことだったんですけど、まあ、実際に食べさせてもらうとやっぱりこうちょっとこうスモーキーな風味を感じれるような味の違いがわかるなっていう風な感じの進化をしてましたね。このビッグカルダモンが入った6代目のバターチキンカレーに関しては発売されるのが5月の中旬予定となっているそうなので、まあ、これもカレー好きな方はぜひ食べていただければなと思います。あとこの他にも新商品のパニールティッカバターマサラっていうお肉が使われていないカレーも試食させてもらって、まあ、これに関しては生クリームとかが入っているそうでクリーミーな味わいのカレーっていう感じでした。辛いのが苦手な方とかにいいんじゃないかなっていう味でしたね。こっち
に関しては6月中旬の登場予定となってました。そしてあとはですね、野菜を食べるスープっていうインスタントの具材多めのスープっていうのも食べさせてもらったんですけど、これに関しては味が2種類あって、海藻のネバネバ野菜スープっていう和風な味わいのものと、まあ、ちょっとスパイシーな味わいのひよこ豆とコリアンダーのハリラスープっていうのを食べさせていただきました。まあ、それぞれ3月の中旬に発売予定となっているそうなんですけど、まあ、一人暮らしで野菜があんまり取れてないなっていう方とかには特におすすめのものになってくるのかなと思います。個人的には海藻とネバネバ野菜のスープの方が優しい味わいで好きだったかなっていうふうに思います。あとは煮出して作る丸麦麦茶っていう香ばしい風味の麦茶をいただいたんですけど、この麦茶に関してはあえて水出しではなくて煮出しで作るように作られたものとなっているそうで、水出しで作った時よりも煮出してお湯で作った方がより香ばしく美味しく感じれたっていうことで、あえて煮出し専用の麦茶を販売されるということでしたね。あと無印といえばコーヒーを買われる方も多いんじゃないかなと思うんですけど、コーヒーの飲み比べとかもさせていただきまして、僕あんまりコーヒーとかにこだわりない方かなとは思うんですけど、実際に飲み比べてみると酸味の強さであったりだとか苦味に違いがあったりして、さすがに違いわかるなっていうふうに思いましたね。このオリジナルブレンドコーヒーに関してはミディアムテイスト、ライトテイスト、ダークテイストの3種類で販売がされる予定となっていて、豆タイプとドリップタイプとそれぞれ販売がされるということでしたね。これに関しては3月上旬の予定となっているみたいですので、コーヒー好きの方はぜひ3月上旬にチェックしていただければかなと思います。あと今回の展示会に関しては春夏の新商品の展示会っていうことだったので、夏を快適に過ごすための暑さ対策グッズみたいなのも結構展示されていましたね。まず最初に見せてもらったのはインナーであったりルームウェアであったり、サラット面っていうシリーズがあって、蒸れにくいサラッとした着心地のシリーズになってるものになってますね。合成繊維とかだとちょっと肌に合わないなっていう方とかにおすすめできる商品となっているそうでして、これも暑い時期とかに買ってみるといいんじゃないかなと思いました。あとは接触冷感でひんやりする寝具とかも展示されていまして、枕カバーであったりとかボックスシーツがあって、こういった接触冷感のアイテムって水色系のものが多いと思うんですけど、インテリアに合わせやすいようなオフホワイト系のカラー展開もあるものになっていたので、ここら辺がさすが無印良品だなっていうふうに思いましたね。あとは特に真夏とかに人気になるのかなと思うんですけど、チュッと飲めるようなゼリードリンクであったりだとか、あとは服につけてヒヤッとするウェアミストであったりとか、あとは肌につけてヒヤッとするボディミストなども展示がされてました。こういったひんやり系のアイテムに関しては2023年から始めたものになっているそうで、2024年が2年目になるらしいんですけど、最近は暑くなるのがちょっと早いよねっていうことで、こういった暑さ対策系のアイテムに関してはもう4月頃から店頭で販売はしていく予定となっているそうですね。はい、というわけで展示会の様子は以上になります。本当にね、無印良品さんは前から好きでいろいろと買い物してたわけなんですけど、その無印良品さんからお声かけいただいて展示会に行くことができるなんて本当に感激でしたね。実際に無印良品の内部の方から開発の裏側とかの話も聞けて、とても楽しい時間だったなっていうふうに思いました。ちなみに展示会の後は移動をして、銀座の方にある無印良品に行ったんですけど、銀座の無印良品ってご飯を食べれるところがあるんですよね、下の方に。なのでその日は銀座の無印良品で晩ご飯も食べて、一日どっぷり無印良品に浸かるみたいな一日にしてみました。無印漬けのいい一日でしたね。この時は生ハムのセットとパスタですね、ペペロンチーノを頼んで食べたんですけど、優しい味で美味しかったですね。ちょっとこう無印良品っぽい味付けだなっていう風になんとなく感じました。こんな感じでご飯が食べられる無印良品ってあんまり多くないのかなと思うので、銀座の無印良品行かれることある方はぜひご飯も食べてみてください。というわけで今回の動画はこんな感じで終わろうかなと思います。この動画が無印好きの皆さんの参考になっていれば嬉しいです。あと今回の動画で出てきたものとかで皆さんが気になっている無印良品のアイテムとかあればぜひコメントの方で教えてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。タカボンでした。またね。